ジェームス・ファニン、ジェームス・ウォーカー・ファニン・ジュニアは19世紀のアメリカ合衆国の軍人で1835年から1836年のテキサス革命中のテキスの指導者。ファニンはジョージア州トゥイックス軍で生まれた。彼の誕生は計画にないスキャンダルと考えられる。ファニンの母親は彼の父の妻ではなく、ファニンの祖父、ジェームス・ファニングは 彼のラストネームからグラムを落とし、アメリカ独立戦争中は、トーリー党の彼の兄弟と引き離した。彼の祖父は1803年に死に、ファニンの父、アイシャムは1817年4月26日に死亡した。ファニンは1819年7月1日、ウェストポイントのアメリカ合衆国陸軍士官学校に入学した。成績が悪く、 遅刻欠席も多かった、彼は退学した。1828年、彼は商人になるために、ジョージア州、コロンバスに移った。1829年7月17日には、ミネルバ・ホートと結婚し、1830年生まれのジェイミーと1832年生まれのエリザの二人の娘を設けた。1832年、ファニンは、 非合合法な合衆国へのの奴隷の輸入を始めた。1833年には、ジョージア州、トループ軍の衆議会議員を務めた。1834年、ファニンは、メキシコのコアウイライテハス州ベラスコに入植し、そこで彼はおそらくプランテーションの農場主になった。1835年までに、ファニンは、テキサスのメキシコ政府への抵抗勢力の一部となった。彼は、 テキサスの大義を助けるため、金銭上の支援と志願兵を求めて、手紙を書いた。1835年4月、一度ニューオーリンズで多額の負債のために逮捕され、保釈金を払って、テキサスに戻った。9月、ファニンは、テキサス軍の現役の志願兵になった。10月2日のゴンザレスの戦いに参加し、スティーブン・オースティンに援軍を派遣するよう要請した。ファニンは、 あと2第一師団第一大隊で、ジェームス・ボーイと共に務めた。オースティンの指揮の下、ゴンザレスとサンアントニオでベイハル周辺の供給を確保し状況を安定させた。ファニンは、ボーイと共に、1835年10月に、コンセプシオンの戦いにも参加した。1835年11月、オースティンは、ファニンとウィリアム・トラビスとおよそ150名の兵士に、 メキシコ軍の供給ラインを立つよう命令した。11月13日、サミュエル・ヒューストーンは、ファニンに、正規軍の総括監察官の地位を認じたが、ファニンは、戦場での巡賞と、危険な地位に戻してもらうよう求めた。1835年11月22日、ファニンは、立派にオースティン率いる志願兵部隊を除隊し、より大きいテキサス正規軍での戦役に従事した。 1835年12月7日、ファニンはサミュエル・ヒューストンによって正規軍の大佐の地位につくよう命じられた。1836年1月7日、テキサス・リンジ政府はファニンにヒューストンではなく政府のみに従う軍事職員を任じた。彼は来たるべきタマウリパス州、またもロスでの戦役のため軍団と物資を採用し始めた。しかしながら、 ファニンの管理では、志願兵を率いるのは難しかった。彼は、正規軍の規律を制定したが、志願兵たちはそれに従わなかった。彼の軍の兵士の多くは、ファニンを抗避者な態度と捉え、ある歴史家には彼はそのために無力な司令官であったと信じられている。ファニンの下で勤めた兵士の大多数は、テキサスに長くはいなかった。二月初め。 ファニンはベラスコから船で出発し、ジョージア大隊の4隊とコパノに上陸、レフュージオにいるテキサス軍の部隊に合流するために移動した。ホセデウレア将軍率いるメキシコ軍の増派部隊が、またモロスに到着した時、街を攻撃するテキサス軍の計画は困難になった、ため、ファニンは25マイル北のゴリアドに撤退した。彼は部隊をプレシニオラバイアに宿泊させた。その時は、 第一砲兵隊の中佐だったファニンは、ゴリアドの防備を強化し始め、各部隊の隊長たちに兵の採用をさせた。アラモトリデのトラビスからのアピールは、最終的に2月25日、ファニンに300名以上の兵士と4台の大砲を、救援に向かわせ、それに少し遅れて、ファニンと彼の部隊は28日に、サンアントニオへ90丸ほど移動した。 この全体の救援作戦は失敗した。部隊は貨車を破壊されてかろうじて、サンアントニオ川を溶かし、まだゴリアドが見える場所でやえせざるを得なかった。食料はほとんどなく、兵士の一部は朝まで裸足で貨車を引くうしは行方がわからなくなった。3月12日、ファニンは、エーモンバトラーキング隊長とおよそ28名の兵士を派遣し、 レフュージオに馬車を取りに行かせ、そこに残っていた家族を避難させるよう助けた。キングと彼の兵士は、レフュージオで、ウレア将軍の騎馬隊の先見部隊に直面してしまい、古い伝道所に撤退した。地元の少年が町からこっそり抜け出し、ファニンに、この小衝突を警告した。ファニンは、ウィリアム・ワード中佐と120名の兵士を、キング救出に向けた。ワードは、 メキシコ軍の小部隊をうまく撤退させ、兵士を休ませるため一泊することにした。1836年3月14日、ワードとキングは、ファニンのいるところに戻ろうとしていたところを、ウレア将軍と200名以上のメキシコ軍に攻撃された。同じ日、ヒューストン将軍は、ファニンに、ビクトリアへの撤退を命じた。3月19日午前9時30分ごろ、ファニンは、 デファイアンストリデからゆっくり撤退を開始し、持ち帰れないものはすべて破壊した。ファニンは9台の大砲と500以上の予備のマスケット銃を持ち、重い物資と手荷物を担いでいた。ファニンが休止を命令するまで、銃列は6マイルほど行軍した。午後3時ごろ、メキシコ軍の騎馬隊がファニンの軍隊の近くに出現した。テキサス軍はすぐさま、 ウレア将軍の軍隊の攻撃に備えて大砲を設置した。激しい戦闘の後、メキシコ軍は100名から200名が死傷、テキサス軍の損失は7名から9名が殺され60名が負傷した。ファニンと彼の軍隊は残りの軍隊に圧倒され、このこれとの戦いに降伏した。彼らはデファイアンストリデに戻らされ放置された。メキシコ軍のウレア将軍は、 ビクトリアに向かう間、ホセ・ニコラス・デラ・ポルティリア大佐に、ラバエア中屯地の指揮を命じた。1836年3月26日、アントニオ・ロッペス・デ・サンタ、アナ将軍の命を受けた特使がポルティリアのもとに到着し、ポルティリアは翌日捕虜を撃ち殺す返事をした。1836年3月27日、ファニンの兵士は三列の隊列になり、 全員至近距離から銃殺された。ファニンは着席締め隠しされて銃殺隊に狙撃された。テキサス州、ファニン軍、ジョージア州、ファニン軍は彼の名前にちなんでいる。皮肉なことに、テキサス州、ファニン軍の軍とは、ボーナムで、これは、ファニンにアラモへの救援を求めたジェームス、ナムの名にちなんでいる。タイラー近くに位置する。 第二次世界大戦中に使用された大きい軍事、訓練施設及び戦争捕虜収容所であるキャンプファニンも彼の名前から来ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。